お疲れちゃんです。ラートです。そして、お疲れちゃんです。ローボちゃんです。はい、お願いします。はい、というわけで、久しぶりにですね、ロボちゃんコラボ、かっこ彼女さんということで、やっていきたいと思います。で、今回はですね、ちゃんとした、企画を持ってきました。で、その企画をやるにつれて、今回ね、久しぶりに登場、サバカです。ミラーウィンプサカなんですけど、このミラーの綴りが違うのは勘弁してください。名前、解明できるんですけど、一応ね、無課金でこのアカウントやってるんで、解明すらもまだできないっていう状態でございます。はい。というわけで、今回はですね、はい、いきます。なんだっけ、ちょっと待って、おつけ。はい。協力バトルで英語禁止ロワイヤル、パチ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 、はい。盛り上がりにかける。はい。っていうのね、今回、やると思います。なんで、シンプルに、今はね、英語を使っていいんですけど、協力バトル中には、英語を使ったらダメっていうのをやろうと思いますね。もちろん、罰ゲームをね、やろうと思います。で、罰ゲームは、なんでもよかったんだけど、何にするってなって、さっき考えたのが、言ったら、そう言った回数分だけね、相手の好きなところを言いましょうっていうのね、ちょっとそうコメントもなんかそういうのが多かったんでね、はい、やりたいと思います。で、僕は結構ガチな方で、意外と言いたくないんで、さすがに恥ずかしいんでね、言いたくないんで、ガチで英語言わないようにします。で、英語言うとかも正味言わないから、じゃあね、ラットさんはほら解説もせんときから、はい、アウト。いや、違う、あ、そう、協力バトル始まった。名前はいいやん。OK、 ロボちゃんもセーフやな。ロボちゃんもセーフ。 OK、 協力バトル中に、なんで、あとユニット名とかは気をつけた方がいいですね。そうよね。例えば、ドラ、ベビードラ、ベビードラは、もうベビーもドラゴンも二重だよ。火の竜竜はセーフ。そう、そういうことですね。はい、なんで、やっていきたいと思います。っていうわけで、本枠で協力バトルをやっちゃうとあれなんですよね、もう格上しか来なくて、もうボコボコにボコボコにされちゃうんで、はい、砂漠でいきたいと思います。これでさえもちょっとちゃんと指示してもらわんとできんからね。はい、よし、マジでちゃんと頑張る。ちゃんと指示して。頑張る。発言もう始まったよ。はい、オッケーで、あ、あ、大丈夫です。かもかも。はい、一つ。何出せばいい。ちゃんと言って、ちゃんと言って。何出せばいい。罰ゲーム。罰ゲーム。何出せばいい。待って、罰ゲームは。ちょっと待って。やばい。もう。悪い、なんて言えばいいかな。お仕置きはゲームが終わったに、はい、アウト、はい、アウト。今3回ぐらい、今3回ぐらい。あなたは、もうさっきなんか、4回ぐらい言って、4回ぐらい、さっきあれ、これ言うのはセーフにした。あ、じゃあ、あれ言った、物体を英語で言っちゃった、さっき。よくないやつじゃん、それ。ガチでよくないやつ。ちょっと待って、負ける。ちゃんと勝つから、こっから。いや、言うて、全然まだ今からいける。あれして、指示して。赤色の、じゃあ、紫色のやつ打っといて。オッケー。ほら。いけ。ひどい。オッケー。やばい。2回言った、今。今3回やっちゃった。今3回やった。正直やな。空飛ばしとく。うん。空飛ばしとくって、どっちを空飛ばしとくの？うん、それ。当たり？うん、当たり。あ、うん？セーフか。うん、セーフ。ちょっと待って。あ、最悪、待って、マジ。待って、やばい。え、今俺2連続で言った？言った。ちょっと。何回言ったか分からなくなってる。これめっちゃむずくない？めっちゃ難しいよな。これは難しい。今何回言った？私は、そう。ちょっと後で計算しよう。いや、それはダメ。今全部で、でもあなたよりは言ってないよ。本当に？うん、絶対。いや、俺らが言ってないよ。だって5回ぐらい言ってるやん。俺まだ3回とか。いや、言っとる。結構言っとるよ。ちゃんと守って。本当。絶対言っとる。うん、だって英語を2回連続で言うとかあるから、あんだ。結構多い、多分もう8回ぐらい言っとる。空飛んで。空飛びます。うん、いけ。よし。やばい、もうこれ気にしたらもう大丈夫だ。言わないわ。気にしたらね、気にせんといけない。
気にせんといけんやつ、気にせんといけんやつだこれ、うん、よし。でその空飛ばして、うん、あの紫色の何、あやつを風船、風船じゃないわ、なんでもないです、セーフか、あやばい、あでもあれだ、ほら勝てる勝てる勝てる、いけるよ、いけるよ、余裕、頑張って、これはまあ勝ちましたね、これは勝ちだね、勝ちましたね、イエーイ、んそれは交換音、交換音それな、交換音大丈夫、はい、よしよし、手拍子というわけで、まあ、今も大丈夫、今大丈夫、ふーし、バトル終わったじゃない、なんで、まあ、2回目はねやりたいと思います、あ待って、その前に集計しようまずセーフセーフって言ってたの俺2回であのユニットであのモンスまで言ったモンスター3回もう1回なんか言ったんだよ、うん、最初の方に2回ぐらいパパパって言ったんや、あの、うん、5かな、うん、5ぐらい、私は何回ぐらい、OK 最初にOK セーフも俺が言ったから言ったよな、2あと何言った、いや何か言った、もっと言った、5回ぐらい言った、じゃあ5回ぐらいにしよう、5号を、うん、好きなところはじゃあそちらからどうぞ、えもう言う、あじゃああとにする、じゃあ5回で最後今5号な、はい、よしというわけで、あ待って、危ない普通に言ってた、ついてた、セーフ、今はセーフ、今は大丈夫というわけで行きたいと思います、はい、いやマジやだなこれ、うん、5個も言えるかわからんかも、うん、うんって大丈夫、それよくないやつ、行きます、はい、よーいスタートというわけで、はい始まりました、今からよしよし、カット頑張ります、うん、片言になるよな、空飛んで、空飛びます飛んで飛んで翼を授かります、大丈夫それ、大丈夫、翼も授かるの、日本語日本語日本語これ気にしとったら指示を出せないから、うん、頑張ってあ変なところに出てしまった、あいいよこれでこうします、いいよ、そしてどうするべきでしょうか、いいよ、左に、うん、あの紫星、紫いきます、 OK ナイス、 OK です、あナイス、あナイス3回言った、いや2回しか言ってない、あ2回、私1回だ、1回言ったやばい、いや普通に言ってた気づかんか、私も気づかんかった、普通に言った、気づかんかった、やった、もう1回空飛んで、もう1回空飛び、もういい、ね、右からいいよ、溜まったらでいい、いいよ、もう出します、うん、で左に、うん、あの空飛んで、それ今持っとる、持っとる、OK、でそのいっぱいおるやつを右に、うん、OK 分かるよ、 OK こうやろ、あれ正解、消えたんですけど一気に、大丈夫で右に、うん、あ紫、右に紫、こっちかな、まあ全然ちょっと違った、全然いいかなって感じ、まあ、攻めるが勝ちですね、うん大丈夫ですね、うん、これあーよろしく、それそれってしか言えへんから、言えないから、ちゃんと言って、ちゃんと名前を、名前言ったらアウトやけんな、名前ちょっと作って、おちょっと待って、何気づいてない、気づいてないんだよ、セーフ、気づいたちょっと待って、言った、ちょっと気づいたなんて言ったと思って、空飛んで、え俺今2回連続で言っちゃったんだけど、あじゃあそれもちゃんと数に入れといてください、何を言ったかは知らないけどえなんでそんな言わんの、え普段から英語を使わないんで私んんって感じなんだけど、普段からああの右の2枚答え欲しい、右の2枚両方、右の2枚、うん、あ OKOKOK 両方はい、よし、それは何、いいんやない、いいんやない、いやー、相手は何て言ったん、今相手は何て言ったん、さっきやるなってそうか、いやどういうこと相手今何か言っとったから、これのこと、そうそれそれ言わせようとしたんやけどできなかった、最低私は2回ですね、何て、あなた3回よ、おいちゃうよ、えわ違う
5回ぐらい言ったんだ。4回ぐらいか。俺初めにセーフセーフ言って、うん、その後にあ、違う、ナイスナイス言ったんだ、うん、ナイスナイスが2回で、うん、その後になんか言ったんでしょ、私が気づいて自分でアウトって言ったんだよ。アウトって言って、それに気づいて、うわーなんちゃらやー、でもこれバレてないからセーフやねってセーフって言った。6回え、4だよ。ナイスナイス、ナイスナイス、アウトセーフ、アウト、いやナイスナイス、ナイスナイス、セーフセーフ、ナイス、いやセーフセーフはない、初めのセーフセーフないから、ちょっと待って、ないからないない、じゃあ4回ない、じゃあそうしよう。自分は私2回しか言ってないんですね。あなたに釣られて1回と1回って優秀やんけ。いや優秀マジ。だから私が計7回と計9か9回、どっちからいく、多い方から先に聞きたいです。よし、あ、もうパッパ行く。はい、ロボちゃんの好きなところ、はい、にやけんなよ。いい、1つ目、かわいい、はい、面白い、はい、おしゃれ、はい、スタイルがいい、はい、笑顔が素敵、はい今探そうとせんで5個、え、ちょっと待って、あと4つ、怒られる、あと4つ、あー、めちゃくちゃしゃべる、うん、それいいとこな、うん、うん、あ、早くして早くして、え、え、ちょっと待って、巻きで、巻きで、巻き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 、ちっちゃい、あ、はい、サイズ感、うん、うん、そう、いいとこかわからないけど、うん、で、なんかいろいろ調べたりなんか考えたりしてくれる、はい、ラスト、うん、ラストか、あ、一緒にこういうことを協力してくれる、はい、はい、素晴らしい、ちょっと詰まったねもっと言えるはずない、いやそこはお手本お願いします。私いきます、はい、まず一つ目、高身長。ちょっと、背が高い。一つ目が背が高い。背が高い。背が高いです。はい、で優しいです。はい、で、そうですね、センスがいい。あとはまあかっこいい。違う。かっこいい。まあ。で、私何個言うんだっけ？七。あと3つ。スバルの早くね、いやどこまで言っていいかなと思って、ん、いやだ、気をつけて、まあ、気をつけて、これ放送されちゃうから、 あとは、うん、何かな、面白い、あと2つ、あと2つはやっぱ何、気をつけてよ、やっぱクラロワが強い、まあ、はい、あとはそうですね、何があるかな、無難なのでいいよ、無難なの、うん、あとはあの笑った顔が個人的に好きです。出た、パクリ、すぐパクるからな、すぐそういうこと、まあいいよ、はい、というわけでね、まあ今回こんな感じかな、うん、ね、意外と言わないように意識しても、うん、気づいたら言ってて、それに気づいても意外と気づかない、そうですね、っていうのがあった。これは意外と面白いな、うん、普通になんか今度焼き鳥とか天狗とかその辺とコラボした時にやれたらいいかなと思います、ね、そう、ちょっと罰ゲームのレベルをもっと上げて、上げて一気にやばいのをやりたいな、はい、まあ、というわけで、そうですね、終わるか、まあ、今回コラボをさせていただいてね、ロボちゃんのチャンネルとかないけど、はい、ないけど、はい、じゃこれを機に創設します、やめてな、はい、まあ、今回こんな感じですけど、はい、何を見せられてるんだとみんな思ってるかもしれないけど、でもほらコメントも溜まっていたから質問返すって言ったからちゃんと返すと、そう、なんかコメントあったかな、まあそれも確認しつつまた違う動画で、毎回それよりよ、次の動画は絶対かな、はい、というわけで終わりにしたいと思いますではまた、バイ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 。